岡田孝一九州朝日放送アナウンサー。本校で記載。TBS テレビスポーツ局所属のプロデューサー。主にゴルフ中継全般を担当。岡田孝一岡田孝一は、KBC 九州朝日、放送大阪支社営業部部長代理、元アナウンサー。東京都北区出身。祖父は、国語学者の平山照夫。明治大学卒業後、 ユキテ,テレビ山梨に入社。1994年に k b c へ一籍福岡ソフトバンクホークス戦をはじめとするスポーツ実況を中心に活動していたが喉の調子が悪くなり2007年の夏頃からアナウンス部デスクに移動したため2007年6月2日に行われた福岡ソフトバンクホークス対中日ドラゴンズの交流戦のラジオ中継を最後に プロ野球の実況を行っていない。その後も時折、ベンチリポート担当として引き続き野球中継には出演していた。テレビ朝日系列のプロ野球中継は、ABC テレビのアナウンサーが担当する関西地区の試合を除いて、キー局テレビ朝日のアナウンサーが実況を担当することがほとんどであるが、2004年10月10日に福岡ドームで行われた。 パリーグプレイオフ第2ステージ第4戦、福岡大英ホークス対西部ライオンズ戦では、テレビの全国中継の実況を担当した。その後、北九州市社営業部を経て、現職。ありがとうございます。